海外の 3D プリンターの動画とか見ていたら、こういうタイムラプスを見ることがあります。これ仕組みは、印刷が一層終わるごとにエクストルーダーを端に寄せて仕込んだスイッチを押させてシャッターを切るという感じなんですよね。ただその人見る限り、一眼レフ買ってスイッチ買ってハンダ付けしてくっつけてみたいなややこしい方法を使っていたので、今回は iPhone と付属のイヤホンだけでできないかやってみます。とりあえずサイズ測ってそれっぽい感じでモデリングしていきます。iPhone のイヤホンのリモコンの部分が入りそうな感じにして、バネも使って押すような感じに作りました。できました。正直3回ぐらいやり直したんですけど、結局この形でまとまりました。試しに動かしてみますね。これでシャッター切れるようになったので、次回は撮影やっていこうと思います。ほなまた。